ロバート・リストンロバート・リストンはスコットランドの外科医である。当時その技術で有名であった。アメリカ合衆国で行われたエーテルを使った手術の情報を受けて1846年12月21日にロンドンでエーテル麻酔を使って公開で足の切断手術を行ったことなどで知られる。ヨーロッパで最初の麻酔を使った外科手術であった。 ウェストロージアンのエクリスマカンで生まれた。父親は、長老教会の牧師の息子である。エディンバラ大学で医者の資格を得て、エディンバラの王立診療所で、下界となった。1835年から、ユニバーシティカレッジロンドンの付属病院の臨床下科の教授となった。素早い手術で有名であった。1841年に、王立教会フェローに選ばれた。 1846年の10月16日アメリカのボストンでウィリアム・ T ・ G ・モートンによって麻酔を施されウォーレンが出頭した公開手術の成功を受けて12月21日にエーテルによる全身麻酔による足の切断手術を行ったエーテルによる無痛手術は翌年の1月にはフランスでマルゲインが手術に成功するなど ヨーロッパ各地に広まった。リストンの名前は、下下用のリストン骨セントに残されている。近代医学のアケボトールバルド著、小川道夫役へ、留守出版。ありがとうございます。